お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのメガナイトオールブレイカーやっていくんですけど、こちらのデッキですね、なんと日本のね、麦選手が今年のクラロワリーグ2021世界大会でね、なんと優勝しました。で、その際に、まあ、いろんなデッキをね、使ってたんですけど、まあ、その使ったデッキのうちの一つというわけで、もう世界最強、もう世界王者ですよ。その麦が使ってたデッキというわけでね、もう強いでしょっていう、当たり前に強いでしょっていう話なんでね、まあ、現環境型のね、メガナイトオールブレイカーというわけで、こちらね、今日やっていきたいと思います。というわけでね、このメガナイトオールブレイカーでやっていくんですけど、今普通にね、軽くちょっと言ったんですけど、その麦がね、いやー、もう知らない方もいるかもしれないんですけど、まあ、日本のね、麦っていう選手がいるんですけど、まあ、そのプレーが世界一を取ったんですよ。これマジで、今までね、クラロワリーグ、まあ、4年ぐらいか、はい、ありましたけど、日本がね、まあ、日本人選手、まあ、チームでもですけど、世界一を取るの初めてですね。はい、ということでね。いや、マジで、すごい。もうすごいとしか言えないんですけど、もうそれ素晴らしいね、ことを成し遂げたね、麦選手のね、おめでとうということでね、はい。まあ、やっていきたいなと思います。で、そのね、麦のね、YouTube も概要欄に貼っておりますので、ぜひね、マジで、世界最強のプレイを、まあ、実際に見れるわけですから、そこで。はい、ぜひ覗いてみてください。というわけで、やっていきます。さあ、というわけでね、やっていくんですけど、まあ、世界大会ね、僕もね、今年、なんと出場ね、もうギリギリですけど、はい、ちょっとすることができて、まあ、一回戦でちょっとね、敗れてしまったものの、まあ、僕が敗れた相手が、そのもう世界2位だったんですよ。で、まあ、その選手を破って、麦がね、優勝したっていう形で、まあ、僕はね、その、戦った相手がマジで本当上手いんですよ。レベチで上手くて、うわ、やばいなと思って、その細かくね、何がどうとかっていうのは、まあ、すごい本当難しいレベルの話になるかもしれないんですけど、いや、マジで上手くて、でもその選手を破って、優勝したんで、麦は。こう僕からしたらもうやばいですよね。もう僕的にはもう、うわ、無理だなというか、何十回以下やれば、まあ、勝てるかもね、ぐらいのね。まあ、絶対勝てないじゃないですけど、いや、もう、圧倒的に上手いなっていう選手をね、こう、まあ、2-1 で、まあ、1セットも取られずというか、まあ、世界大会通してね、1セットは負けず、ちょっと優勝っていう、その、麦の、やばいんですよ。もう、やばいとしかちょっと言えないんですけど、ちょっとね、やばさをみんなにも分かってもらいたいな、という思いもありながら、今日はね、まあ、このオールブレイカーやっていきたいと思うんですけど、本当に。いや、マジですごいっすよ。日本人選手が世界大会優勝っすからね。しかもこう、なんかウィナーズとルーザーズがあって、まあ、1回戦はね、なかったんですけど、ベスト16からはこう、1回負けても、まあ、ルーザーズで追って、まあ、早い上がってこれるよねっていうルールだったんですけど、まあ、なんで、2期あるみたいな感じですね。まあ、1回負けても、ルーザーズで戦えるよねって。なんだけどね、その、ウィナーズで麦が上がっての、一気温存したまま優勝っていう、いやー、なんかすごすぎんっていう。余裕かますな、やっていうか、なんだ、いや別に麦は何もあるけど、余裕があるというか、なんだろうな、危ない試合とかもあるんですけど、なんか、結果的に見ると、なんか余裕で優勝したなというかね、いや、なんかすごいっすよね。本当に。本当になんかレベチだなっていう。まあ、次全くね、なんかこう同じ大会ってこう同じ組み合わせとかでやったら、こう、誰がどう勝つかわかんないと思うんですけど、まあ、今回の大会に関しては、マジで圧倒的だったなっていうね。ちょっとやばさをね、ほんと感じましたね。さあ、これは、後ろコウモリで端前止めちゃいます。おー、イエイ。さあ、そんなわけで。気づけばね、間の段が400ぐらいでね。そのなんか、メガナイトオールブレイカーはね、まあ、小物系にすごい強いですよね。なんか、ディガーがあることによって、まあ、プリンセスとかね、マスケット重視とかロケ砲とかもね、まあ、処理することができますし、なんでこう、ファイブとかね、ポイズンとかやらめがなくても戦えるよねっていう、まあ、万能デッキではありますよね。まあ、オッジョホキと、ジャイプリプリ、コカツがめっちゃうまいプレイヤーですね。まあその全然関係ないんですけど、まあメガナイトオールブレイカーね、その僕がね、めっちゃ好きなデッキのね、まあ一つでもあり、まあ最近は全然ね、使ってなかったんですけど、まあ着衣がね、やっぱこのメガナイトの、
火力がないっていう弱点をね、ちょっとこう補いながら、まあ、そしてプリンスもね、オーグド、全然違った。ホグがね、それもカバーし合うっていう、ホグ？プリンスがね、そう、そこまた火力を出してね、ね、このメガネットの弱点を、このプリンスアーチェクでね、ちょっとなんかカバーし合ってるっていうので、ちょっとね、いいですよね。弱点を補ってるんで、結構強いと思います。よいしょ。でなんか世界大会でね、ほんとなんか見てて、メガネドオルブが出てきてね、メガネドオルブだと思って。本当にいいと思って。自分がこう、ね、よく使ってるデッキとか、好きなデッキが出てくる。さすがに嬉しかったっすよね。もうなんだこれ、テスラも入ってんのか。スケかゴブリンが出てきそうっすね。さあ、ホグファルチなんですけど、ホグファルチなんですけど、テスラが入ってます。トルネードをテスラにした。いや、ファルチだったら絶対入ってるよな。と思いながら。まあ、とりあえずこれ、キングギドを相手でしたいと思うんで、まあ、圧着ぐらい添えてね。ライトニング。いや、わかんないな。わかんない。なんでだ。なんか、クエイコーグの、普通のテンペラのロケット押しをファルチにしちゃったのかな。まあ、ホグをメガナイトで守って、まあ、カウントしやすいんですけど、メガナイトで踏むとね、意外とこの、メガナイトって、マジ1コス1コスとか、まあ、今回ゴブリンなら2コス1コスとかで簡単に金起動されちゃうんでね、そこが怖いよねっていうので、で、まあ、ライトニングか。さあ、まあまあ、プリンスのね、これがマジで強い。ここ一回ネット流すんですけど、そのプリンスの前のメガナイト。だからメガナイトプリンスの形を作るだけで強いんですよ、本当に。冗談抜きで。いや、だから、使いやすいし、鬼好きなんですよ、ね。私メガナイトプリンス作るだけっていう。作ったらあれなんか相手と、なんかね、あれ困ってねみたいな。マジでよくあるんだよね。ちょっとぜひ、メガナイトプリンス鬼意識でやってみてください。いやー、これなんかあれだな。一生イモられたらちょっと怖いんですけど、まあ、ケツメガするであったり、まあ、相手もこれ攻めれないんでね、一旦。無理に俺も行く必要はないっていう。さあ、トルネードで金起動されるの嫌なんでね。まあ、この辺の位置に出していって。まあ、相手も分かって。あ、これトルネードを、トルネードないのかな？いや、あるっすね。これ、アイスピーとかの枠が多分、テスラになっちゃったんだ。さあ、で、相手がちょっとね、空、陸系か。陸はちょっと辛そうなんでね。行ってあげて。まあ、あとはもうディガー削りみたいなとこあるよな。さあ、トルネがね。いや、いいタイミングのトルネだ。俺がね、透明になってる間に。いやー、ここで逆サーフとかもね、ワンチャンあります。ふっ。いや、来ない。来ない。さあ、ここのファルチを狙ってますね、ダメージ。いやー、あのテスラマジやばいな、こうやってさ。パルチバルキリーだけだったら全然いいです。テスラがね、やばいっすね。マジで悪さしてる。で、圧着でやったら、確定のトルネ来るんで、スキルをちょっと相手使わない時間を作りたいですね。いや、なんなら逆でもいいな。気づいた。よいしょ。いや、圧着のスキルのタイミングさ、むず。ね、やばいね。まあ、トルネ使ってるから一発か。攻めトルネ剥がしは来ない。さ、ゴーストね。陸系、絶対きついはずなんですよ。そう、きついはずなんで。いやー、でもゴブリン、いやー、オッケー、入る。え、ゴースト入ってんだって。しかも、ここで、壊れたことによって、いやー、これコーンも使ってよかったけどな。さ、ザップって、圧着いのスキル。いやー、あれあれ、マジ、圧着いい。圧着いい、結局。いやー、圧着いい。やばいんですよ、そう。めっちゃ強い。結局、なんかもう、最初、ありえないぐらいぶっ壊れちゃったじゃないですか。で、そっからすぐ、まあ、結構早いタイミングで火砲がね、まあ、来たんですよ。そう、で、来たにもかかわらず、その、世界大会とか通してみると、もう使用率はね、やっぱチャンピオンの中でダントツレベルでしたね。まあ、圧着多くて、まあ、次にゴルナイ。まあ、圧着ゴルナイがやっぱ多かったよねって。で、まあ、スケギンは、ま、ほぼ使われなかったぐらいかな。スケギン使ったら負けるんじゃねっていう、ちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、それぐらいね、ちょっとね、辛そうでしたね。
だからゴーストね、トルネで多分筋起動したいバルーンだと思うんですよ。あんましてほしくないなの。プリンスで。僕は透明さすがにスルー、ナイス。いや、これトルネで筋起動さ、あ、ゴーストが事故った。え、なんで、ね、ゴーストでもさ、いや、竹しかもディガだ。え、なんか、ゴーストが、タワーを多分殴ってたんだけど、まあ、スケの位置で、なんか、わかんないけど、後ろのスケを殴ったっすよね。いや、ラッキーすぎん。で、これ相手バルーンなんで、今普通にバルーン飛ばされて、ザッパーンされるとね、小森に。まあ、行かれちゃうんですけど、まあ、エリアドと、まあ、なんとかなりそう。あ、チェックに回るっすね。あ、イエイ。まあ、このコウモリザップとかでね、まあ、地味にね、間の回転範囲のにもついていけるよねっていうので。さあ、まあ、これ一旦ザップぐらいで済ますか。うん。で、メガナイトで、まあ、バルーンはね、一発入ってもいいんで、はい、強要して守りましょう。まあ、来なかったら来なかったらもう全然いいですね。幸せです。さあ、メガナイトちょっと頑張ってもらいながら、頑張ってもらいながら、さあ来る。あ、着衣スキル使う。フリーズとかじゃないと思うんですよ。一発は絶対ね、入っちゃうっすよね。いて。まあでも、さすがに落とせる。で、150はね。まあまあ、どうにかこの1200を耐えたいかなっていう気はあるよね、これ。これ耐えたいな。間違いスキル使ってね。よいしょ。で、ここで、まあ、絶対なんかすごい来るので、いや、ザップ打ってもよかったな、今。まあでも、ここで、攻めてきたことによって、ウォールブレイカーがね、一旦ちょっとだけ入る。さあ、いや、ちょっと怖いね。ちょっと怖い。よいしょ。で、バルーン来ると、嫌だよね、とか思いながら、一旦攻めます。嫌なんでね。攻められたら嫌なら、まあちょっとね、あんまりね、よいしょ。攻めないでって。おー、きゃ神ぞ。あー、危ない。さすがに怖かったですけど。ザップでね、気合のねじ込みゴリ押し、決まってくれないっす。いや、ほんとにね、マジ、メガネドールブレーカー、ゴレにも勝てない。ロイジェにも勝てない。ラバにも勝てない。バルンにも勝てない。何にも勝てない。ホグにだけは勝てた。みたいなデッキだったんですけど。圧着員のおかげでね、やっぱ火力が出るんでね。まあ、ラーバにも、ゴレにも、ロイジェにも、バレにも。まあ、何にでも前より一段階はね、戦えるようになりましたね。そして、戦えるようになったのにもかかわらずね、戦えなくなった相手があんまいないっていう。これがね、また、ええとこなんですよね。圧着員のおかげでやっぱ世界変わるっすよね。トルネか？やめて。ああ、いやだってもう。すぐトルネで緊急起動してくる。さあ、プリンスの、なんだろ、このデッキは。ちょっとわかんないんですけど、いや、ディガー行くのはね、ちょっと怖いんで、待ちます。いや、これザッポしいな、俺。ねえんだけど。カツン！うわ。まあさ、運良ければ、絶対入ってたよね。まあ、これ踏みたいな。透明化からの、踏み踏みで、ちょっとね。よいしょー、シェントカウンターで。相手がね、ガコモレかなんか持ってんすよ、これ絶対。あ、ザップ使ったな。あれ？いえ、メガネイト。んーで。いや、なめか、これ。んー、まさかの？いや、でもこれさ、あっちに残る。熱い。スキル使う。ザップ使ったんで、ユニットで来る読みの、早めにスキル使って、ぶっ刺さり。いや、もうなんか、あっちに強いだけやないか、いいっていう。まだ、あっちに持ってなかったら、マスケですね。はい。もう 100-0 で、マスケット重視でね。使ってください。まあなんかたまにね、ヤナメ型とかまあいろいろあるんですけど、まあ基本的にはね、まあこの方ですよね。さあ644まで削りました。でこれタワーが緊起動した時のウォールブレーカーの位置とかも真ん中じゃなくて隅っこから出すと2発入ります。真ん中だって1発しか入らなくなっちゃうですね。さあ着衣からの、メガナイトはねしっかり後ろを踏んでいきたいな。いや、これ、ザッパったもんな。まあ、これね、圧着衣最悪ダメージ受けてもいい。いや、これ逆とかどうでもいいです。どうでもいいです。はい。で、後からコウモリぐらいでね、ちょこーんってやってあげれば、おー、危ねえ、危ねえ。今、鬼怖かったよな。
で、スケルトンブタいたんでね。いや、待って、すべてに当たる神ザップ来た。で、オールブレイカーぐらいちょっと追加してあげてね。アージャクエもなんとなくスキル使います。で、オールブレイカーがぶっ刺さらない。待って、ちょっと怖くなってきた。だがしかし。アイドルスパーキー、ミリミリ残り、ミリオーケー、ザップでね。はい、コウモリ酔いのね、トルネードがね、縛っていく。ナイスというわけでね、アーチャクイのスキルからの、メガナイトだったりね、アーチャクイのスキルからの、まあ、なんかね、ディガーだったりとか、なんかいい感じで、アーチャクイ、結局強いね。まあ、マスケでもね、十分全然戦えるんでね、ちょっとマスケ型もね、ぜひやってみてください。はい、というわけで今日ね、メガナイトブレイクの、こちらね、アーチャクイプリンス型やったんですけど、まじほんと世界最強になったり、もう世界一になった麦がね、まあ、使ってたデッキなんで、まあ、このデッキはね、弱いよって思ったら、僕じゃなくちょっとね、麦タンの方に、はい、イチャモンはお願いします。というわけでね、皆さんもよければね、はい、使ってみてください。チャンネル登録、高評価の方もね、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。